残念、なめかじ組、なめかじ先生。騙してうーちゃんとあの太眉毛もね、今からあのビアゲビレッジバーに、うん、外出たら明るくて吉川家ライスもビラーステー。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。いつどのタイミングで見ても OK ななめかじチャンネル。今回の動画はですね、はい、いきなり始まっております。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ、はい、まさきさんでございます。今日はメガネがちょっとおしゃれな勝俣康介、どうでしょうか。ちょっとかけてみますよ、吉川さん。どうもとぼけてんな。騙してタイの僧侶みたいになってる。送りのために頑張ってまいります。お母さんサウナに入ってくださいということでね、今日はねビアゲンで、グループキャンプ、やっていきたいと思います。うーちゃんとあのプライベートキャンプということで今回やっていきたいと思っていた中で、前乗りみたいな感じで、もうぜひぜひっていう形なんで、この後ねうーちゃんが来て、実は明日一番メガネ曇ってんな、これ何も見えねえな。はい、最悪だね、勢いがあの太眉毛もね飲んでいますんで、ぜひね、最後までご覧いただけるとこれ幸いでございます。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。長い長い長いです。はい、太眉毛到着しました。こんにちはでございます。なめかじさんです。はじめまして。今日従業員全員二日酔いで、昨日夜なんか夜今朝まで飲んでました。朝4時くらいまでインスタのストーリーで見ました締めの挨拶が3回くらいある飲み会っていう焼くものあれば持ってきてもらえれば、はい、あとはもう飲んで食う会になっております、はい、よろしくお願いします。はい、falling down, I will keep on searching for my highs. はい、子供たちはね、こうやって。今日も子供率が高めななめかじチャンネルになっております。はい。まあ、あとはね、このまま夜の下りにパッていくから今宵も始まっております。ね、バーもねあっちの奥で臨戦態勢で待ってますという、今日も安定のビアゲンビレッジで、ね、今みんなお風呂に入って、僕たちは、はい、もうマー君ちょっとパスタ、はい、皆さん食べていただけます、はい、でこう、ね、安定の吉川家ライスもこれね、ウブちゃんにね食べてもらおうかなっていう。結構涼しいのかもね夜は。そうだね、うん、日中はねどうしても暑いけど、まあ、プールもあって、でそのプールで遊んでる下りとか楽しんでる下りで、今日も全集中で鬼ごっこやった下り一切撮っておりません。それがあのなめかじチャンネル、トレー高が飲み会のみという回で、今日はねあのスペシャルゲストで太眉毛の休日はい来ております。僕いつも見てます。はい、はい、もう気になりすぎて DM 送ってキャンプに誘っちゃう、はい、この会いたいから会っちゃうチューバーの吉川です。スティックライト、ね、スティックライト、はい、太眉毛太眉毛のお子ちゃん、そしてうちのジュアン、とても仲良くしていただきありがとうございます。はい、やばい、椎茸、あ、いい感じ、はい、うん、はい、どうも、コウスケです。どうも、あの次の日の夜です。次の日の夜2日目で、1日目は何も撮ってません。で、いつものやつです。いつもバーに早く来いよ。そうじゃないですよ、楽しい夜でございましたよ。いやいつもさ、だって外出たら明るくて、えそうみたいな、すごくあのね久々にあの残念な気持ちになったやべえみたいな、そう
わいやね、もう何年かぶりや外明るいのっていう。やっちまったみたいな。そう、やっちまったな、足柄でいつも通り一泊すりゃよかったなとか思うよね、あんなのやってたらね。え、じゃあトータル6本ぐらい飲んでんの？1、2、3、4、5本っすね、シャンパン。もうでも人数が多かったんで。あ、でも今日はあのいいシャンパン俺持ち込んでんの。あ、そうだ、1回で言ったじゃん、 ZV-1 と ZV-1 なんだかなんだかっていうのがあるよって。あの人眉毛さんちが持ってるやつで、どっちがいいのって言ったら、まああんまり分かりませんみたいな。絶対 ZV-1 がいいっすよって言ったじゃないですか。もう吉川さんはもうそんなの使いこなせないんだから。絶対絶対使える ZV-1 でいいですね、はい、いやいやいや、もうやる必要ないんで吉川さんは。大丈夫です。じゃあもう俺もカメラのあれ映画館のやつかぶっちゃう。もう映画撮ろう。なめかじはダメです。あ、そっちがですね、格好ついてるやつね、顔が。もう顔がカメラになっちゃうっていう。今一番勢いある、ね、いや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 、いつももう毎回ね、吉川さんから3回、あの1日3回ぐらい電話かかってくるんですけど、毎回太眉毛さんのね話ばっかりになっちゃって、大ファンです。大ファン、ヘビーユーザー。ヘビーユーザー。あの1個の動画3回ぐらい見てるらしいですから。それでそれで見てたの。ありがとうございます。うーちゃんのもね、うーちゃんのも。今からあのビアゲンビレッジのバーに、はい、お邪魔します。ぜひインスタで、はい、あ、本当ですか。ありがとうございます。フォローバックさせてください。本当に来れた。もう嬉しい。え、マジっすか。昨日のデジャブなんですけど。すごい、本当だ。今からですね、あのなめかじチャンネルのめぐさん、奥さんのね誕生日ということで、今からあのなおたんがケーキを準備したということで、シャンパンとね、これ。じゃあこれいいやつ、いいやつ、いいやつ、はい。明日サウナ入る。明日はバスケの試合です。あ、出ようか。大丈夫。世界が終わるまでは。春子さん大好きです。今度は本当ですっていう試合に行く雄大君バスケ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。はい、飲むよね。せーの、ほんとこういう感じ。いや、どうも、メリちゃんって子供たち、だけど子供たち全員寝るっていう。あ、じゃあ、 あのなんていつも呼んでるんですかみたいな、めぐちゃん誕生日呼んだ方がいいんです、いいんじゃないですかって言ったら、いや俺めぐたんだからみたいな。違う、違ったの。8時とかじゃない、めぐたんじゃん。めぐたんって言われてないらしいですよ。めぐちゃんどこどこやから。あ、こっちか。めぐちゃんでした。皆さん、奥さんのことをどうやって呼んでますか。ちゃん付けですか、たん付けですか。コメントください。来るかな。来ないでしょ。これ WGB っていう、あ、ごめんなさい。WGB っていうのは静岡のブリュアリーなんですけど、結構これジューシー IPA っていう、ジューシー IPA 結構甘めで、なのにこんなビールあるのっていう感じだと思います。で、一回ひっくり返すんですけど、ちょっと飲んでください。そんなことないですけど、はい、来ました。これウーチャンネル、これも今日こんなに色だって、楽しみだ。めっちゃ楽しい。これ結構うまいよね、甘めのやつだったら。あ、めちゃくちゃいいです。色がもうめっちゃ可愛いんですよ。可愛い、濁ってるんですよ。濁ってます。クロスの法則です。クロスの法則はないでしょ。適当にだけど。いただきます。いただきます。ピスタチオ、美味しい。いや、ジュースみたいな。本当、え、ビール？今、もう普段のビール。スムージーの。普段もう金、飲むなら飲むとしたら金麦？クラス、あの発泡酒みたいな。クラスビール外で結構飲みますけど。これでも美味しい、好きなもんね、流行って。今この。これはなんてやつですか？ララビア。ララビア。
ストロングビールカップルカブラペな感じになっております。はい、ありがとうございます。あ、そうだ、なんか和っぽいなんかね、柄が、うん、あれっていうのはね、何っていうか分かんない。日本酒は飲んでいいのしてまだ、吉川さん、ありがとうございます。うっ、お疲れ様です。メイちゃん、乾杯。乾杯。じゃあもうよかった、これ行ってみます。ラズベリーだ、根本的にラズベリー自体は好きですか。これもうまいね。私は平気。ああ、じゃあ絶対いいと思います。宇宙これしかもちょっと高い。これで1500円します。で、もうめちゃくちゃ単価が高いんですよね。ラズベリーめっちゃ入れてるから、でも多分びっくりするぐらいうまいっす。でもこれ食べたらちょっとわからないです。うまい。あ、ふびかもんじゃねえよ。また撮ってるんですか、吉川さん。何になるんですか、これ。なんもなんない。動画撮る人マックなんでなんだよ。もうあの燃え尽きてるから、やった感があるからね、昨日ね。飲みすぎですよ、昨日。昨日は飲んだね。皆さんも飲んでいますでしょうか、今宵。まあ、僕とね、お酒飲みたい方はコメントください。こういうのが大事なんだって。コメントくださいって。何か発してください。なめかじチャンネルはあなたのコメントを待っております。はい、おはようございます。朝8時くらいかな。今日は天気がね、そんな良くない朝になっております。撮らせていただきました、すしこさんです。いつも見てます。なんかあの、会社のプレゼンみたいな感じになっちゃうんですよ。ああ、もうすごい細かく。自分動画撮るじゃないですか、あの車両紹介、自分のそこの内装外装撮る。その人がやっぱプレゼン感出ちゃうね。今日も安定なうーチャンネルとキャンプしてます。すごい強い。あの、太平洋側が生んだあの人気 YouTuber。 いやだって太平洋側じゃん。はい、人前家さんがうちの車をご拝見。ご、はい、お邪魔しちゃってください。はい、もう全然あの何でも聞いてください。ほとんど分かんないですけど。そう、はい、はい、帰宅でございます。それからさん、はい、どうもお疲れ様です。はい、人前家さん、今回ありがとうございました。どうもです、ありがとうございました。ブルちゃんさん、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、いたこっちだ。ね、楽しかったね。コウスケさんがね、もうなんか若干早く帰れオーラを出してきております。はい、じゃあ、 今回の動画はね、以上になります。いろんな事件、事故、のみがあり、動画にはね流せないようなこともあったんでね、この中でご知り合いの方がいれば、え、この日何があったのみたいなことを聞いたら、そっと教えてくれると思います。はい、チャンネル登録、高評価、高評価、グッドボタンね、よろしくお願いします。歯ないか、ちょっとやめてください。そう、カリバが取れました、今回のキャンプで。今回やばいね。うん、今回やばい。やめて。携帯水没、はい、あ、そう、携帯も水没しました、今回のキャンプで、はいはい、歯も抜けました。事件起きました。もうえらいこっちゃな旅でした。もうこんで全部薬を全部落としました、はい、酒は飲んでも飲まれるなっていうのが、そういうテーマで2020にやっていきたいと思います。それじゃあね、次の動画で会いましょう。バイバーイ。